それでは最後に、ご自身が東京都議会議員となったときに、最も実現させたい政策について述べてください。はい。私が最も行いたい政策は、ずっと毎日、毎朝お訴えをさせていただいておりますけれども、家庭のですね、子育て、そして教育費負担の大幅軽減ということであります。何を言いたいかと言いますと、やはり今少子化ということが言われておりまして、この問題はずっとこの20年も30年も前から言われてきておりまして、政府もいろんなことでエンゼルプラン、新エンゼルプランとかさまざまなこの政策を打ち出しましたけれども、まあ、あまり効果が見られなかったというようなことであります。まあ、要するに少子化というその原因はさまざまあるかと思います。価値観の多様化、あるいは晩婚化、いろいろとあると思いますけれども、私はやっぱり安心して子どもを産み育て、そして教育をする、こういうその環境に今ないのではないかな。私も子どもを3人育てておりますけれども、まあ本当に将来自分の子どもたちが希望する高校大学入学させてあげたいなと思ったらですね、やっぱり、公立学校のその先生方には申し訳ありませんけれども、公立学校と私立学校のその教育の格差とか、まあ、さまざま言われている中で、まあ、塾に行かせたりですね、家庭教師をつけたりと、まあ、こうやって結局学力の格差を補うために、まあ、家計の負担というものが非常にかかっているということであります。ですから私はですね、やはりこういったところに税金を投入して、公費を投入して、安心してですね、子どもを産んで、そして育てる、教育をするという分野に、この、まあ、公がですね、面倒を見ていくというふうな社会を作っていきたいと思っています。まあ、その少子化対策ということを行ってですね、この間も新聞で、日本全体の合計特殊出生率 1.41 という数字が出ておりましたけれども、2人の、まあ、1組の男女のカップルがですね、1.4 名しかお子さんが生まれてないということは、これはもう人口が減少する当たり前のことです。東京都はですね、この出生率で言いますと、まあ、0.8 とか 0.9 とか1名にも満たない、そんな数字です。ですから、まあ、日本全体で一番やはり何と言いましても裕福なこの地方自治体であるこの東京都がですね、国に先駆けてこの少子化対策を実現する、まあ、そのためにはですね、私はやっぱり思い切ったことをやらなければならない。例えばですね、小中学校の給食の無償化とかですね、あるいは修学旅行費、これも結構親御さんにとっては負担です。まあ、こういったところをですね、税金で面倒を見る、今ですね、給食費を、まあ、本当に払うのが辛いけれども、でも払わなければといって払っている親御さんもいらっしゃれば、全然裕福で払えるにもかかわらずですね、払っていないという親御さんもいらっしゃって、まあ、そういうその不平等感というものがありますから、まあ、そういったものの解消にも私はつながると思いますし、まあ、いずれにいたしましても、そういうその子育て、あるいは教育という分野に税金を投入して、そして人口の減少に歯止めをかける、人口の増加が図れればですね、必然的に消費は拡大をします。消費が拡大すれば、まあ、税収が上がりますよね。で、税収が上がれば、またこれはですね、今問題になっている社会保障、この財源にも私は充てられるというふうに思っておりまして、まあ、子育てのための施策というふうに思われるかもしれませんけれども、最終的には巡り巡って、高齢者の社会保障にも私は貢献できる、そういう施策だと思っておりまして、この少子化対策というものを国に先駆けて東京都がしっかりとやると、まあ、こういうことを一番私はやっていきたいと思っております。以上です。